はい、測定筋膜をホワイトテープでサポートしていきます。まず母趾の付け根からかかとに向けて若干ブリッジになるように貼っていきます。かかと回ったところで切っていきますが、これが扇形になるように連続して巻いていきます。今5本巻きました。強化するときにはこれをさらに加えていくんですが、一般的には5本巻いた後は今度は外側から内側に向けてしっかりとこのテープを押さえていきます。外側から内側のアーチを引き上げるような形でテープを押さえていきます。足の形に合わせて先ほど縦に巻いたテープがきちんとその位置に固定できるように、このテープについては下から上までかかとからつま先の方に向けて1回巻いた後にはまた重ねてこのテープがしっかりと安定するように外側から内側に向けてやや引き上げるように貼ってきます。そしてここまで終わったら一旦ですね、ホワイトテープで小指側からかかとを回して母趾側のテープの末端がきちんと閉じるようにホースシューを巻いた後で、できたら足の裏の方向を意識してアンダーラップを全体に巻いていきます。かかとの位置ではヒールロックの形で固定して、同じく伸縮のテープで測定を通るときには外側から内側へとアーチを若干持ち上げるようにしながら巻いて、そしてこのテープをアーチ持ち上げたところで切って仕上げます。以上です。